図の一つ寿司関係の記述を持った固形図の一つであり、血縁関係までをすべて文章で表すという特色を持つ。全般的に、どうぞ、というなどといった伝文的表現を持った記述が多く、すまもるま等を含んだ、源氏物語本文を直接参照して作成されたのではなく、すし関係の記述を持っている固形図、公害書。 注釈書等に基づいて記述したのではないかと考えられている。浮船の自責に山路の炉にて薫ると再会した舞うと、現代では、源氏物語には含まれない後世の補作であるとされている山路の炉の中での出来事を、源氏物語の中での出来事として記述している。巣主関係の記述についてみると、別人として扱われることもある蛍兵部境遇の、 子供である自重と玄山味を同一の人物であるとしていること。須上三位が大内山への陰性時に頼っていった。スザクミカドの女四宮の自責について詳細に記述していること。カオルとス、森蔵くらいの子を若宮として立候補していることといくつかの点で、源氏物語巨彩や国文見本とは近く、昇華本固形図とは異なる記述が多い。 いくつかの伝本が確認されているが、表題も異なっているものが多く、内容の異なりも大小様々である。ありがとうございます。